ユニホンテレビ。自転車の道路レース、ヤシマカップマウント町会バイシクルクラシックが今月27日から2日間にわたり行われ、延べおよそ1100人がタイムトライアルやヒルクライムに挑みました。3、2、1、スタートです。大会2日目の今月28日にはヒルクライムが行われ、選手たちが年齢などで分けられたクラス単位でスタートを切りました。八島の市街地から町会山5合目の払川を目指す全長27キロメートルのコースで、標高差が1100メートルにもなる過酷なレースです。ヒルクライムには全国からおよそ780人が出場しました。レース前には出場者全員が市街地をパレードしました。選手たちは沿道の人たちに手を振るなどして、レースの過酷さとは正反対の和やかな雰囲気を楽しんでいる様子でした。準備の方よろしくお願いいたします。お疲れ様です。お疲れ様です。今年で1回休みましたけど17回目か。そんなもんですか。おお、すごい。蒸し暑いですね気温以上に感じますね。これは後で来るんじゃないかなと思って気をつけないと。はい、はいはい、まずホスピタリティがやっぱ充実してますね。やっぱね、お米くれたりとか、ああいう非常にやっぱり他の大会と比べてもそういうのとか、なんか結構やっぱりこの町上げてなんかやってるとこがすごく良くて、高校生の子たちも手伝ってくれるじゃないですか。本当にもう皆さんに愛されてる大会だなと思ってます。ビーハンジョーのケーブルテレビ、ご家族ですか。はい、ご家族じゃなくて何人いますかみたいな。どちらからですか。青森です。11回ぐらいかなあ。やっぱり皆さん言ってると思うんですけど、もてなしっていうか、やっぱりゴールした後もすごい面白いですよ。頑張れ頑張れる頑張れって。どうかな。練習したもんね、パパね。そう、パパに傘をかけるって、うん、やだ、濡れるから。どうせ濡れてるから。どうせ濡れる。今年で61歳というこちらの男性は、ロードレース自体初めての出場だということです。いや、実はずっと、もともとサッカーずっとやってて、本当に還暦にやって、ほとんどまず初めみたいな感覚で、まあ、たまた知り合いから、お下がりをもらったもんですから、もったいなくて出ることにしました。本当にチャレンジです。いや、もう10回以上来てますね。ええ、いや、もう地元の方のおかげで、もう非常に毎年楽しみな大会です。どちらからですか。仙台からです。仙台の方多いですね。はい、来やすいので2回目です。去年はどうでしたか。すごく良かったので、町全体で迎えてくださるところが感激して、で、その自分の総力よりももっとこう町でやってることに参加したいなと思って。なるほど、はい。八島カップは実行委員会と秋田県自転車競技連盟が昭和62年に始めたもので、今年で33回目となります。選手が口を揃えるようにアットホームな雰囲気が八島カップの魅力の一つです。実行委員に加え、地元の中学生や高校生などおよそ80人のボランティアが大会を支えています。また沿道では地域の人たちの声援が選手に力を与えています。ヒルクライム当日は激しい雨が降ったかと思うと日差しが降り注ぐなど、
変わりやすい天気となりました。午前8時過ぎのスタート時点で、ムシムシとした暑さが体にまとわりつきました。早い人では、スタートから1時間余りで27キロを走破します。鳥海山を登るにつれ、暑さは和らぐものの、曲がりくねった急な上り坂が選手たちの体力を奪っていきます。頑張れ。ここでも沿道からは声援が送られ、選手たちはそれに応えようと歯を食いしばって最後の力をペダルに伝えました。長野県ゴール。ゴールした選手たちにはスイカが振る舞われました。大会の結果、今年のチャンピオンには1時間2分35秒でコースを登り切った山形県の加瀬俊介さんが輝いています。